ホーム最終戦0-1、我らがビバーレン長崎は次への悔しい思いをつなぐ一戦となりました。このあと16時頃より最終戦セレモニーを実施いたします。ビバレン長崎の選手、監督、スタッフによりこの1年間の感謝の気持ちを伝えるセレモニーです。また抽選会も行われます。ジャパネットデーの抽選会も行われます。どうぞそのままお席について今しばらくお待ちください。選手への思いを今伝えております。Thank you.